足回旋のトレーニングです。仰向けで寝た状態で足を内旋外旋させていきます。足首を90度に曲げた状態でしっかりと足の付け根から回旋させていきましょう。10回行います。少し休憩して2セット目です。今度は立った状態で足回旋です。リズムよくジャンプしながら足を左右に回旋させていきましょう。つま先と膝の向きを合わせて行うのがポイントです。腰は回さないように注意しましょう。腰回旋のトレーニングです。仰向けに寝た状態で膝と股関節を90度に曲げ、腰から下を左右に回旋させていきます。10回行いましょう。肩を浮かさないように行うのがポイントです。少し休憩して2セット目です。立った状態で腰を前後左右に回していきます。まずは1回ずつ真ん中に戻りながら2回回します。今度は真ん中に戻らず2回回します。最後に流れを止めずに5回回しましょう。前、右、後ろ、左、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 そのまま5周流れで回していきます。少し休憩して反対に回します。前、左、後ろ、右、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 そのまま5周回していきます。肩を動かさないようにするのがポイントです。床に座って足を前に腕を横に伸ばします。その状態でお尻で歩いていきましょう。2メートル分ぐらい歩いたら元の位置まで戻ります。肩をなるべく動かさないように動くのがポイントです。少し休憩して2セット目です。立った状態でリズムよくジャンプしながら腰回旋です。10回行いましょう。つま先と膝と腰の向きを合わせつつ肩を回さないのが